B おしゃれって思うかな、なんかこんな感じの高圧洗浄機でした。特徴は、まあ、概要欄の方にもちょっとリンクを貼っておくんですけど、ちょっと反射して見にくいんですけど、ここに5メガパスカルのマックス50度って書いてあります。これのコードレスの中ではかなり圧力も高くて使えるんではないかなと思ってます。で、内容物はもう単純に本体と充電のバッテリー、これねバッテリー2個入ってたんですけど、そもそもただこれ1個しか入らないような感じのバッグでした。まあ、この辺が中国製とでも言うべきかのようなものです。ただここ隙間があるんで、この中にこんな感じで入って届きました。一回だいたい全部袋から外して開けたんですけど、まあ直接これは、ね、電源をここにね挿すタイプのバッテリーでした。このバッテリーが2個ついてたのと、あとはこの多機能ノズル、こういうね、まあ後で動画であげるんですけど、0度の直線と15度と25度と40度、まあ、そういった形で切り替えれるようなものが入っていました。あとはこれは多分確かに泡洗剤を入れるやつですね。でこっちに、まあ、これをつけてで一通り完成なんですけど、であと、ここに、コードがついてます。でもう一個これもついてたんですけど、これペットボトルにこう前入れて直接ここに差し込むとペットボトルからもいけるということらしいです。あとこの中に一応説明書らしきものもこう入ってたので、まあこの説明書と保証書、一応1年間保証がついてたんで、そのあたりもちょっと高評価できるポイントかなと思います。で日本語でちゃんとこういった感じでサポートの部分とか説明の開始のお願いとか書いてあったんで、これもねすごくきちんと書いてあって、この通りにすれば説明書も見ずにして普通に使えました。今のところはこんな感じですね。はい、一応裏のちょっとコンクリの部分をきれいにしようかなと思います。でこの辺ねもうちょっと一回試しでやってみたんですけど、あっちの方とね、まあ、明らかにきれいにはなります。これが直接ですね。これでちょっとやってみるとこんな感じですね。これが0度の直接なんで、これで15度ところだった。25度で。40度で、お、
落ちるっちゃ落ちるです、落ちるんですけど、そこまで強くはないですね。あとはまあ参考までに、これがシャワーかな。全体的にこんなとこに待つ感じなんだと思います。ほとんど効果ありません。で、これがなんかよくわかんない。まあ、これもほとんど効果ないです。はい、今回の動画は自分のメインチャンネルのラジコンとはあまり関係がなかったですけど、高圧洗浄機を使ってラジコンのコースの方は綺麗にしていこうと思います。また今後もラジコンの動画を頑張って作っていこうと思いますので、また見に来てやってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。